どうも皆さんこんにちは、ミステリー作家の七尾よしです。本日も映画レビューをしながらデッドバイデイライトプレイしていきましょう。さあ今日もねちょっとミンちゃんなんだけど、上半身コスチュームこんな感じで、下半身はチャイナドレス、セクシー。さあ今日はね建国記念日ということで、3連休の最終日、皆さんいかがお過ごしだったでしょうか。僕はねいつものように映画館に行っていましたよ。で今日ねレビューする新作映画はアクアマン。映画館に通ってる人はわかると思うけど、いつも予告編で編み込みヒーローが入れ替わり立ち替わり、さらに続編やシリーズやらでもういいよって思うんだけど、今後もシャザムとかキャプテンマーベル、あとそうスパイダーバースなんかをやるそうで、いや本当なんですかね、こう我々地球人には一体どんだけ敵がいるんだよと突っ込みたくなりますけど、今回レビューするアクアマンはマーベルコミックと並ぶ2大アメコミ出版社の一つ、 DC コミックのヒーローです。はい、そしてご紹介が遅れました。今日のお相手はハント・レスコちゃん、お友達に斧を投げつける不思議ちゃんです。マーベルコミックといえば X マンとかスパイダーマンとかハルクとかキャプテンアメリカなんかが有名なんですけど、 DC コミック陣営にはスーパーマン、バットマン、グリーンランタン、ホークマン、リチャード・クレイダーマンがいますね。アンパンマンは違いますよ。で、今回のアクアマンなんだけど、広島に原爆を落とした国、アメリカ合衆国では大ヒットしているようで、DC コミック映画でナンバーワンの記録を更新したそうです。僕は正直、アメコミヒーローものはあんまり得意じゃなくて、むしろ嫌いな方なんですけど、アクアマンの予告編がめちゃくちゃ頭悪そうだったので、まあね同じバカなら踊らにはそんそんということで、東方シネマズの au マンデーというサービスを利用して鑑賞してきました。今日2月11日休日の東方シネマズ新宿の午後の回だったんですけど、見事に満席でしたね。休日ということもあってね、映画館はアホみたいに混み合ってました。いやーね、もうここで起こる銃乱射事件を想像しながらいざスクリーンへ向かいました。まああれだね、映画を見るなら地方の映画館の方がいいですね。まあ、もっとも東京でしかやってない映画も多いからね、そこは致し方なんですけども。さあ、何追われてんの？来てる、怖い。で、アクアマンなんですけど、僕は見ていないんですけど、2年前に公開されたジャスティスリーグでアクアマンが登場しているみたいです。マーベルのアベンジャーズシリーズだと先に単体で映画が登場してからアベンジャーズに合流するのが流れなんですけど、 DC コミックの場合は必ずしもそのようなルールがないみたいですね。 DC はマーベルに比べると興行的に今一つなので、イレギュラーなやり方になってしまうのかもしれない。アクアマンは海底の帝国アトランティスの末裔という設定なんですね。ある日政略結婚を迫られてアトランティスから逃げ出した女王アトランナは怪我を負って海岸に打ち上げられていたところを灯台森のトム・カリーに助けられます。ちなみにアトランナをニコール・キッドマンが演じているんだけど、何なのこの人、僕より年上のもうどちらかといえばねおばあちゃんに近い年齢なのに、この美魔女ぶりですよ。 CG 処理でも施されているんですかね、シワ一つないですよ。あまりにも若々しすぎて、最初ねニコール・キッドマンによく似た女優さんだなと思っていたんですけど、紛れもなく本人でした。いやもうね美しすぎて逆に不気味ですわ。もっとも元旦那のトム・クルーズも信じられないほど若々しいですけどね、この2人エリクサーでも飲んでるんですかね。まあハリウッド切ってのトップレベルのセレブだから、エリクサーぐらいね通販で買ってるかもしれないですね、アマゾンあたりから。それはともかくアトランナとトムとのトムとの間に子供が生まれて、それがアクアマンなんですね。彼はアーサーと名付けられました。幸せに暮らす3人だったけど、その幸せもつかの間アトランティスからの追っ手がやってきて彼らに襲いかかってきます。なんとか奴らを撃退するアトランナだけど、これ以上夫と息子に危害は加えられないと、彼女は2人を陸上に残して海に戻っていってしまうんですよ。
そしてアトランナは殺されたと、後にアトランティスからやってきたバルコからそのことを聞かされます。このバルコね、ウィレム・デフォーが演じています。バルコはアトランティスの正統の王はアーサーだと確信していて、彼に泳ぎ方などを教えていたんですね。その海底王国なんですけど、海底王国はアトランティス、ゼベル、ブライン、トレンチの4つに分かれていて、特にアトランティスのオーム王は地上にアトランティス王国を築き上げようと地上を攻め入る計画を立てているんですよ。そのためには4つの王国を統一する必要があると、他の王国への侵攻の準備も進めているんですね。このオームが今回の悪役。それをナイスシューリー、あとはね、脱出ハッチを開くは脱出ゲートを開くだけですね。でそれを阻止すべくアクアマンが立ち上がるわけなんだけど、とりあえず自分が王様になればいいってことで、それを海底人に認めさせるためには伝説のアトラン王が残したトライデントを見つける必要があるんですね。トライデントっていうのはね、画像を貼り付けてあるかな、三つ股の槍なんですけど、さあ我らがアーサーはトライデントを見つけ出してオーム王の暴走を止めることができるのかみたいなね、そんなストーリーになっております。遠くの方で釣られてるね。とりあえずここね開いていきますけど、僕今ね灯籠持ってるんで、このまま脱出したいところでね。このアクアマンなんだけど、規格外に強いんですよ。 DC ヒーローズの中でも多分ねリチャード・クレイダーマンに次いで強いんじゃないですかね。バイオハザードのタイラントですらひるむグレネードランチャーを食らっても痛ぐらいでね、ほとんど効かないんですよ。パラシュートなしで飛行機から飛び降りて地面に激突してもへっちゃらです。水の中では呼吸ができるし、泳げば北島康介より速いし、上手に襲われてもね、おそらく返り討ちにできちゃうほどの無敵ぶりです。いやね、俳優の北村一輝みたいに顔が濃くて、さらに筋肉ムキムキで、脳みそまで筋肉でできてそうな、もう見るからにね頭が悪そうなんだけど、映画自体も脳みそ全部筋肉みたいな内容で、ストーリーも浅くて薄くてスッカスカでしたね。といってもこの映画にストーリーなんかどうでもよくて、とにかく CG 炸裂のド派手に展開される戦闘シーンなどの映像の迫力を楽しむジェットコースターに乗っているような映画でした。そうそう、先日レビューしたロッキー4とクリード2でイワン・ドラゴを演じていたドルフ・ラングレンも出ていましたよ。それがね、本当にどうでもいいクソみたいな役柄で、ドラゴ無駄遣いもいいところです。というわけで、もう少し詳しいレビューの前に、いつものように映画の評価額をつけていきたいと思います。大人の映画鑑賞料金1800円に対して、この映画にならいくらまで出せるかということで評価額をつけてまいります。映画アクアマン、評価額はズバリ1100円です。佳作。上映時間も143分となかなかに長尺なんですね。それでも見せ場が満載な映画だったので、さほど退屈することはなかったけど、ストーリーがすっかすかなので終盤あたりからだんだん触笑気味に感じてしまいましたね。143分も尺を取るなら脚本をもう少しちゃんと練ってほしかったかなと思います。まあ何でもかんでも行き当たりばったりで、それでいてアクアマンが無駄にヒットポイントが高すぎるので、どんなピンチに陥ってもまるで緊迫感がないんですよ。どのくらいのダメージを食らったらアクアマンにとって致命傷になるのかまるでわからないので、戦闘シーンになってもさほどねハラハラドキドキしないのね。意味もなく無敵だったり不死身のヒーローだと負けようがないので、あとは映像の派手さだけを楽しむしかなくなるんですよね。終わってみると大迫力の映像なので一定の満足感を得られるんだけど、まあね、何も残らない大味な一本だったなっていうのがね僕個人の印象でした。ただね、フィルマークスとか読んでるとかなりね評価高いんで、まあ僕だけがねちょっとこうよくこの映画の良さがねつかめなかったっていうか分からなかったんでしょうね。皆さんにとってはかなりね評価の高い映画ですよ。そもそももう個人的にはアメコミヒーローものはもういいかな。
今までにもいろいろ鑑賞したけど、本当に素晴らしかったと思えるのはダークナイトくらいですもんね。でもアメコミヒーローものはファンが多いし、なんといっても IMAX の稼ぎ頭だから今後も続いていくでしょう。この動画の概要欄に過去の映画レビューのリンクを貼り付けておきますので、そちらもチェックしてみてください。映画はあいうえお順にタイトルが並んでいるので見つけやすいと思います。皆さんの気になる映画の評価額は一体いくらなんでしょうか。そして当チャンネルでは今回のように新作映画をなるべく早い段階でレビューして、皆さんの映画ライフのお役に立ちたいと思いますので、チャンネル登録高評価のほどよろしくお願いいたします。というわけで最後までご視聴ありがとうございました。また次の動画でお会いいたしましょう。オロバー。もしこの動画を気に入ってもらえたら高評価をお願いします。チャンネル登録は下のアイコンをクリック、 iPhone やスマートフォンの場合はタップしてください。よろしくお願いいたします。